修理するにしてもちょっとやそっとじゃ治らんぞ。ライダーを持って行かれるとき、飛岡先生の態度が変だったから気になって見に来たの。そしたらこんなことに。わからない。でも許せない。どうしよう、葵。これじゃもう飛べないよ。大丈夫か？何？お前らが困ってるならいつでも駆けつけるさ。大変だったみたいだな。それじゃあもう行くよ。そろそろ戻らないとおやすさんにどやされる。飛岡先生があそこまでやるのはもしかすると俺たちのせいかもしれない。
いや、すまん、忘れてくれ。私もそんなとこ、ここでくじけてちゃあいつらの思うツボだもんね。私もそれ考えてたとこ。さあどうなんだろう。だよね。あ、先輩、二人ともどうしたの？それはこっちのセリフです。
ないね、私らも。ソアリング部の人たちって単純っていうか。心は一つってことですね。あの子が戻ってきた時、離陸準備ができてないとどやされるわね。別名パチンコ映画。